みなさんこんばんは。本日もサンデー。毎日練習を欠かしたことがない、マルチタスク、私本日も夢をお届けいたします。良いイメージを持つことはとっても大切。できる、必ずきっとうまくいく。イメージをすることは必ず実現化します。できない、きっとダメなんじゃないか、不安ばかり感じていては現実化してしまいます。必ずできる、自分はできる、あなたもできる。できる、イメージをしっかり持つことはとっても大切だと思います。夢、thank you.
況でございます。イメージをしっかり持つ、できる、あなたはできる、私はできる。イメージは大切です。下ばかりうつむいていては進歩しません。毎日自分ならできる、あなたならできる、自信を持つことはとっても大切です。今の得点も96点なり、先生なら一つ音を外せばちゃんとわかります。実に読譜というのは細かい作業です。曲を読み解くというのもとっても集中を要します。読譜、曲を読み解く、実にいろんな曲を先生も弾いていますが、まだまだやれると思って常に新しい曲にチャレンジしております。まさに子供チャレンジ、レンジはレンジでも子供チャレンジ。音楽の楽しさから励まし、自分ならできる、あなたならできるわ。イメージを持つことはとっても大切です。それではまた、皆さんも人を思いやり、先生のアドバイスを聞く、曲に応じた音色をイメージし、手首を柔らかく、先生の的確なアドバイスを聞いて少しずつ練習すれば必ずピアノ上達につながります。読譜から初見力、曲を読み解く能力までしっかりサポートしております。ダメではなく、そうなのです。違うではなく、そうなのです。ドレミもちゃんと先生がヘ音記号を一緒に読む、読む、書く、読む、音読効果でちゃんと読譜力もついてきます。ピアノ弾くならぜひ、うちのピアノ教室はアニソンからロマン派、近現代、バロック、古典派、簡単な曲ならいろんなバリエーションで弾く技術まで、オールマイティに指導できる自信がございます。ピアノを弾くならぜひ、消しゴムなら激落ちくん、消しゴムなら激落ちくん、ランドセルならどこかな、鉛筆ならトンボ鉛筆。それではね、皆さんも無理をしないで自分のできることをやってみましょうね。目は周りを見渡すためについております。人を見る目、周りの状況を臨機応変に的確に判断できるためについております。口は人を励ますためについております。先生もまだまだです。それでは、ドラえもんの名言にもあります、何度つまずいたっていいんだよ、つまずいたって、そのため度に立ち上がればいいんだよ。練習も間違えると何だ何度でも練習すればいいんですよ。まさに。それでは、百戦錬磨、阿鼻叫喚、一期一会に起死回生、阿鼻叫喚、春夏秋冬。それではね、
さよ。